塚本禅五郎10月16日明治37年は日本の海軍軍人。海軍大学校を主席卒業し日露戦争初期に戦死。最終階級は海軍少佐。小六位、訓四等校四級。娘の分は芥川龍之介に嫁ぎ、禅五郎にとっては孫にあたる芥川博士、高志、康志を生んでいる。家紋は丸に松川 海軍兵学校17期。席次は入校時53名中6番。卒業時88名中6番。同期生に秋山正幸、森山啓三郎、山地和義らがいる。1892年5月、少尉任官。日清戦争期は高尾航海士であった。1897年、公主作業答案として作成した。 遠征艦隊編成法が成績優秀と認められる。1900年海軍大学校小校か、おつ二2期を優等卒業。専攻は法術であった。ついで海大小校か、校主3期に進み主席で卒業した。谷口昇進、百武三郎が同期である。日露戦争に第一艦隊第一戦隊の千人参謀として出征。同僚の公認参謀は、 斉藤七五郎であった。1904年5月15日午前9時55分、旅順郊外閉鎖に十字中の戦艦、初瀬が、旅海軍の布設した機雷に触雷午前11時38分、後部砲塔下付近に、再び触雷し、初瀬は沈没。塚本ら496名が戦死した。維持、塚本部が海軍機関学校教官。 芥川龍之介に嫁いだのは、塚本の死後14年後のことであった。横鎮、第2 9 7 5号明治31年8月10日、公主作業等安心達、達田博士第271号明治31年7月14日、軍艦達田作業実施報告。ありがとうございます。